は手に入れた。いけるぞ。電話線は無事なのか。さっさと出ろこのアホ。何コール目だと思ってる。これからはお前がかけてこい。そうすれ駆けつけてやるよ。何が欲しいんだ。車だな。人間か。まだ生き残りがいたとはな。生きてて悪かったな。それより男を見なかったか。待ち合わせしてんだ。杖をついたやつ食ってねえよな。食うものか。人間の血は何よりも大切な逃げた。この俺が魔界の王となるためのな。おお、お前がどうかな。確かにでかいけど特技もねえし頭は空っぽだろう。柄じゃないぜ。やめとけよ。人間め、俺を知らんと見える。覚えておけ。俺が大悪魔のドリアテ様だ。特技は？謝ってもいいぜ。謝るか。ごめん。今から殺すぜ。やめやがって。死ぬのは自分だ。ダブルダウン。お待ちを。
愛しき人を核も高め、我を低めし星を。しまったのかと思ってたぜ。腹の口でな。遅くなってすまない。少し読書にふけていてな。あっそ、すげえ面白そう。それよりダンテはあの中か。ユリゼンに敗れたとすれば、今頃とっくに奴の体はクリフォトの養分だな。なんだって？クリフォト、魔界に入るあの大使の名だ。人の血を吸い成長する。血を吸われた人間は見ての通りあのありさまだ。とにかく行ってみるか。ダンテが生きてるってんなら助けりゃいい。待て、その前にまずクリフォトの根を駆除するべきだ。ブイ、お前何者だ？遅刻だが文句はなしだ。道が狭くてな。おい、お前がブイか？それ取ってくれ。それそれ、足元の。うわあ、いいね。こいつは傑作が生まれる予感だな。よく嗅げるな。何か分かってんのか、お前のクソ。作戦会議だ。二手に分かれて進むとするか。手分けすりゃ早い。そうしよう。見ろよ、天才だろ。待て待て待て、金が先だ。材料はこっち持ちで遊ばせてやってんのに金まで取んのか。一流の仕事には対価を払うもんだ、常識だろ。ならすぐにぶっ壊れない頑丈なのを作れよ。お前が攻撃を食らわなきゃいいだけだろうが。もういいわ。ふん、これ以上の機能美はないよな。芸術だ。おいおい、姉ちゃんは芸術家気取りときたか。ああそうさ、文句あるのか、チキン野郎。あたしの祖母は45口径の芸術家と呼ばれていた伝説の職人だ。孫のあたしも当然芸術を生み出す職人さ。あたしが作れば芸術だ。銃だろうと鍋だろうとな。それでお前を煮てやろうか。他に質問は？は？チキン野郎。
俺は先に行く。どこかで道が重なるか、クリフォトの下で落ち合おう。ああ。お前はどうする？頭がぐるぐる考え中。また教える。おい、何か欲しいなら口で言えよ。私はエスパーじゃない。まだな。